食パンマン様のために泥パックをやるわ。そう、みんな知ってる泥パック、今から見せてあげるわ。まずはここにお砂を入れるのよ。ここにしっかりとお砂を、はい、入れたらここへ、はい、お水を入れるの。はい、こんな感じ。お砂にお水を入れて、そして泥を作るのよ。そしてこの作った泥で私はとっても綺麗になるのよ。まずは顔に泥を塗っていきます。泥パックなのでしっかりとつけていきます。お目目にはつかないように周りの方につけていきます。こんな感じ、こんな感じ、感じで綺麗にできたね。はい、お、いい感じで泥パックになってきたぞ。はい、乙女は綺麗になるために努力が必要なのよ。どう？私綺麗？バイキンマン笑ったら怒るわよ。よいしょ、ほら綺麗にできたよ。あ、こんなになっちゃったよ。私綺麗になれるかしら。バイキンマン、今私のこと笑ったでしょ。絶対許さないんだから。食パンマン様、私もうすぐ綺麗になって、なってくるので待っててね。そんなわけでドキンちゃんは綺麗になるために一生懸命頑張ってます。そんなわけでそろそろ泥を落としてあげましょう。はい、泥パックは終了です。はい、こんなに綺麗になったよ。食パンマン様、私のこと好きになってくれるかしら。みんなも泥パックやらないでね。私は濡れても大丈夫な人形だから泥パックをやったのよ。みんなは真似しないでね。それじゃあじゃんけんタイムいきます。みんな準備はいいかな。最初はグー、じゃんけんポン。お、今日はチョキだったよ。はい、みんなはどうだったかな。次の動画で待ってるね。うわ、バイキンマンめちゃくちゃ笑ってるね。絶対後からドキンちゃんに怒られるぞ。シッシッシッ。